カザフスタン南部のテュルキスタン市にある未完成に終わった病建築である。12世紀に活躍したスーフィーであるホージャー・アフマド、ヤサビーと歴代のヤサビー教団の指導者の墓が置かれている。中央アジアのイスラム教徒の聖地の一つであり、草原地帯ではヤサビー病への産詣はメッカ巡礼に勝る善行とみなされていた。カザフスタンにおけるユネスコの世界遺産第1号であり、 2003年に指定された。もともとこの土地には、ホージャーフマド・ヤサビーの小さな病建築が存在していた。ヤサビーは12世紀半ばに、中央アジアのトゥルク系遊牧民へのイスラーム化に尽力した人物で、カザフスタンのサイラムの出身だったが、後に野菜獣したため、ヤサビーのニスバで呼ばれる。14世紀末。 ティムールの手によって1397年から2年がかりで、現在の建築物が造営された。廟の建築を手掛けたのは、ホージャフサインシーラージーと、シャムス・アブドゥッラーシーラージーだと考えられている。ティムールが廟を増築した理由については、遊牧民から敬意を払われているヤサビーの廟を、改築することで、東方のモグーリスタンに居住する、遊牧民の支持を獲得する意図があったと、 考えられている。ティムールが1405年に死亡したことにより、病建築の継続は中止された。その後の統治者は、この病に関しての関心はそこまで大きいものではなかったために、ティムール建築の典型例が当時の姿のまま残った。トゥルキスタンがロシアに編入された後も、ロシア革命直前まで病に多くの参経者が訪れた。 1994年には、トルコ共和国との協定が締結されて、アフマド・ヤサビー大学が創設され、トルコ政府の援助によって3500万 US ドル以上をかけた病の修復工事と周辺の整備が実施された。19世紀当時二病の周囲を取り囲んでいた壁が復元され、古い街並みが日干しレンガで再現された。2003年二病が世界遺産に指定された後、 チュルキスタンの観光産業は急速に発展し、新しいホテルや病を模した建物が建設された。病の見取り図中央アジアにおける典型的なイスラーム建築の代表例であり、45.8メートル62.7メートルの長方形で建設された。ペルシャからの建築家による設計により、高さ38.7メートルのダブルドームが建築されると同時に、レンガ、 モルタル、粘土が建築材料として使用された。ダブルドームには緑色と金色のタイルがスカイブルーの屋根を縁取る。すべてをドームなどの屋根で覆われた病の構造はアナトリア半島に建てられたマドラサとの類似性が指摘されている。南のイーーン近くのミナレットは未完成のまま放置されており、被覆剤が貼られていない。母室に直接通じる北の入り口には 美しいタイル装飾が施されているため、南北の入り口の建設時期は異なっているのではないかと推測されている。ミナレット部分の設計者は、ホージャフサインシーラージーと伝えられている。直径20メートル、高さ40メートル、ズイアラットハーネと呼ばれる大広間が病の中心となっている。大広間にはティムールが寄進したと伝えられている。大鍋が展示されており、 鍋は7種類の金属の合金だと言われている。階段を上った参景者は、ガンをかけて鍋の中に再生を投げ入れる。また、大広間にはミフラーブが存在していない。大広間の後ろに位置する北のリブドームの直下の部屋には、ヤサビーの墓が安置されている。病内での撮影は禁止されており、ヤサビーの墓石を撮影しようとしてもフィルムが白く乾燥されるだけだと言われている。 墓石は、うぐいす色の大遺跡で作られている。病は、やさびい教団に属する修行者の生活の場でもあり、大広間の周辺には、大小の応接室、礼拝堂、図書館が置かれている。広間周辺の小さな暗い部屋には、かつては神との合一を得ようとする修行者がこもっていた。上階には、修行者や旅行者が利用していた宿泊所が置かれている。 複雑な部屋の配置、それぞれの部屋の中にある複合的な凹みのために病全体は完全な左右対称構造になっていないが部屋の配置の美しさを高く評価されている。病の南には15世紀末から1975年まで使用されていたハンマーブの遺構があり、オリエントブロ博物館に改装されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ABCDE ホリカは、やさび中央ユーラシアを知る、時点、百十三から五百十四ページ、ABCDEFD ホーム、イスラム建築、百八十四から百八十五ページ、ABCD、地球の歩き方編集室、中央アジアサマルカンドとシルクロードの国々、百四十ページ、 深み、世界のイスラーム建築、195ページ。深み、世界のイスラーム建築、194ページ。深み、世界のイスラーム建築、195,198ページ。ABCD 深み、世界のイスラーム建築、198ページ。ミマラン、アイイラン、バイジル・ボセルグニア、2004、ISBN9647483392P140。深み、 世界のイスラーム建築196ページ深み世界のイスラーム建築196,198ページありがとうございます。